サンレモ音楽祭は、イタリアリグーリアー州のサンレーモで開催されている、ポピュラー音楽の音楽祭。1951年より、毎年開催されており、和訳では、音楽祭とされているが、歌に焦点は当てられている。サンレモ音楽祭は1955年より、ライウノで、イタリア全土に生中継されている。会場のアリストン劇場最初は小規模な音楽祭に、過ぎず、 1> 第1回の出場歌手はわずか3組、応募した20曲を繰り回して歌っていた。その後、規模も順次拡大し、1953年から参加曲を2組のアーティストが歌う方式となった。1958年の優勝曲、ネルブルー・ディピント・ブルーがアメリカでミリオンセラーを記録し、第1回グラミー賞を受賞したことによって、サンデモ音楽祭は一躍世界的に認められ、 その後も、ピオベ、A.L. ディラを、はじめ、多くの曲を生んでいる。1960年代に入っても、ジリオラ・チンクエッティ、ボビー・ソロ、ウィルマ・ゴイクなどのスターを輩出し、コニー・フランシス、ポール・アンカ、ディオン・ヌア・ワーウィック、ヤード・バーズなどの外国アーティストも出場。日本からも新宿音楽祭金賞歌手が本番組に派遣されたこともあり、また伊藤ゆかりや騎士子が参加し、 カンツォーネブームが起こるなど、サンレモ音楽祭は最盛期を迎えたが、1960年代末からはイタリア経済の衰退もあって、だんだんと楽曲のレベルが低下し、規模の縮小を余儀なくされた。それでも1980年代以降は、回復傾向が見られ、新人賞の創設などの新規軸も取り入れられて、王子には及ばないまでも、高いレベルの音楽祭であり続けている。 毎年、対象、新人賞が選ばれることになっている。ありがとうございます。